ブラッセル日本人学校正門外観ブラッセル日本人学校はベルギーの首都ブリュッセルのオーデルゲムにある日本人学校小学校と中学校に相当する授業を行っているベルギー唯一の日本人学校である同校の校舎を利用してブラッセル日本人学校補習校という名称の補習授業を毎週土曜日に開校しているブラッセル日本人学校の存在は 学齢期の児童を育てる日本人家庭が居住先を決める際に学校周辺エリアを選択する動機の一つになっている。これは統計上も裏付けがあり、例えば2013年に発表されたデータは、ベルギー在住の日本国籍人の約半数がブリュッセル市に住み、特にオーデルゲム地区に集中していることを報告する。日本人とヨーロッパ、 経済的文化的衝突の著者、マリエ・コンテ・ヘルムは、香港が地域に住む日本人にとっての中心として振る舞うと描写する。現代日本の交渉アイデンティティ、帰国史上一例としての著者、ホーシズレンは、香港をブルッセルにおける日本人コミュニティの縮図として機能すると描写する。1974年に週1回土曜日に日本語で授業を行う講座が開校した。 同年9月には週3回国語、社会、算数数学を教える日本人学校がブリュッセル市内はシャール通りに開校した。1979年にブリュッセル日本人会はオーデルゲムに運営可能な施設を手に入れ本校を創設した。全日制の日本人学校としての正式な開学は1979年4月である。 通学対象児童はザイベルギー日本人会指定である。設立の目的は、第一に日本語による教育を通して日本人としてのものの見方や考え方を学ばせること、第二に国際社会の中で信頼され尊敬される日本人の育成にあるとされる。2000年時点において日本の民間企業が学校の設立費用の50%を負担しており、 日本国文部省が残りを負担する。学校の敷地は住宅街の中にあり、ブリュッセルメトロのボリュー駅に近い。敷地内には2階建ての校舎が一つあり、最大で500名の生徒を収容できる。設備として2005年時点では、教室15、音楽室1、体育館1、LL 教室4があった。2010年に施設拡張の資金が提供され、2013年に、 工事が終わった。拡張工事終了後の本校について、当時の中ベルギー、日本国大使は広々としたキャンパスだという趣旨の感想を書き綴った。校庭には桜の木が植えられている。本校には日本国の文部科学省が教師を派遣している。例えば1998年を例にとってみると20人の教師が日本生まれであった。 文科省から派遣される校長は、おおむね2年で交代し、開学38周年となる2017年、現在の校長は17代目である。また、本校のカリキュラムは、日本国内のものと同じである。教科書も、日本から、航空便で取り寄せている。生徒が受ける授業は年度によって変更があるものの、 過去に報道または報告されたものをまとめると、算数または数学、標準的な歴史、比較史、フランス語または英語を含む外国語、地理、書道、美術、家庭科がある。地理と標準的な歴史は日本に中心にした内容である。家庭科は育児、造園、裁縫、調理、工作を含む内容である。広瀬によると、ブラッセル日本人学校は、 日本人学校全般に言える特徴でもあるが、現地採用の語学教員を雇用しており、その内訳はフランス語会話担当職員3名、英会話担当職員4名であったと報告している。小学部1、2年は、生活に必要な言語運用能力として、普通語会話が3年以上は英会話または普通語会話が必修である。また、 外国語教育が小学部1年から始まる点を除くと他の教科は日本本国の教育課程とほとんど同じである。国語と外国語の時間配分は中学年で国語7.6時間に対し外国語2.2時間である。低学年になると国語の割合が増える。一方、高学年になると外国語の割合が増える。 土曜学校は日本語による授業と数学の授業を開講している。課外活動としては、ベルギー王立中央アフリカ博物館やベルギー王立美術センターなどへ遠足に行くことがある。1995年時点で、昼間学校には323人の生徒が通っており、そのうち252人が小学部、71人が中学部の生徒であった。また、 男子百四十六人に対し、女子は百七十七人であった。九百九十八年には、生徒数が二百七十六人になり、二千五年には三百二十人が、昼間学校に在籍した。三百二十人のうち二名が日本語を習う、米国籍人であり、残りは、日本国籍人であった。二千八年の在校生は三百九十九人であり、過去最高の生徒数となり、 この後は減少に転じた。2013年は昼間学校と土曜学校の生徒数がそれぞれ295、205であった。この年の生徒数についてザイベルギー日本大使はかなりの減少と書いた。2000年の調べではアントウェルペン、オーステインでマーストリヒトといったブリュッセルから離れた町から土曜学校に通った生徒もいた。 土曜の授業に通学する生徒たちは皆日本人である。2005年の調べでは、ブラッセル日本人学校の教育課程を終えた生徒の多くが日本に帰国した。一部には、ブルッセルにあるインターナショナルスクールに通学することを選んだ生徒もいる。広瀬の報告によると、在籍児童生徒の37%がベルギーまたは他の国の現地校に通学した経験を持つ。 在籍児童生徒のベルギーの滞在期間は3年未満が圧倒的に多く、2000年頃からは滞在年数も短くなる傾向にあるという。小学部高学年や中学部になるにつれ、在籍児童数は減少する特徴がある。また、低学年児童にはベルギーで幼稚園在籍経験を持つ児童が多い。また、保護者の出身県は愛知県が圧倒的に多い。 元ブラッセル日本人学校教頭の報告によるとビジネスなどの目的でベルギーに家族を帯同して赴いた海外駐在員は多くが2、3年で帰国する短期滞在者でありブラッセル日本人学校の児童の多くが生活に慣れた頃には帰国する。他方で中ベルギー日本大使によると永住者を含む長期滞在者はベルギー人男性と結婚した。 日本人女性が多い。ブラッセル日本人学校補修校に通う児童の半数はそうした日本人女性の子供たちである。その他、ベルギーで会社を経営する日本人なども含む長期滞在者の子供たちの多くは現地校に通学する。ブラッセル日本人学校補修校はそのような子供たちが日本的な教育を受ける機会を提供している。ありがとうございます。